九州は一つ、福岡県志免町。400年以上の長きにわたり博多曲げ物を作り伝えてきた柴田家。その18代目として家業を継ぐのは柴田玉木。長い歴史の中で唯一の女性職人として伝統の技を守る匠の蔵。住宅街にある工房を訪ねた。こんにちは、田原です。お邪魔します。いらっしゃい。すごい、木の香りがやっぱりしますね。何の木ですか、これは。これは大体杉の木ですね、全部。熱を加えて曲げた杉の板を桜の樹皮で閉じて作る。軽いです。軽い、はい。でもこれだったら扱いやすいですね。はい、そうですね。軽くて、水気を木が吸うから。ご飯なんかの水分をうまいこと吸ってくれるわけですね。はい、そうです。だから美味しいんですよね、ご飯が。手入れ次第で長持ちし、非常に軽いのが特徴だ。ほのかな杉の香りが、いいもんですね。これ結局この杉の木と桜だけですね。そうです、はい。曲げ物は釘とか金属を使わないんですよね、まあご飯を入れたり水物を入れたりするんで、釘とか使ったら錆びるじゃないですか。杉の手触りや香りが心も癒してくれる。例えばもうそのお弁当箱として使わなくても、例えばメガネケースとして、ね、ベッドのサイドに置くとか、生活の中に一つあったらいいなと思うんですよ。だって曲げ物って使ってなんぼの民芸品なんですから。